北朝鮮の勲章では、朝鮮民主主義人民共和国で制定されている勲章について記す。大日本帝国領だった朝鮮半島では、後に北朝鮮政府高官となる人物が多数、ソビエト連邦へ亡命していた。すべての人物というわけではないが、その中の多くはソ連軍に勤務し、ソビエトの英典制度を学んでいた。 第二次世界大戦が終結すると、ソビエトに逃げていた者が北朝鮮に戻ってきた。そのため、北朝鮮では独立後わずか1ヶ月で、栄典制度が確立されたのである。当初、北朝鮮の勲章はソビエトで製造されており、材質や形式などもソビエトの勲章に習っていた。記念メダルハト、ヤンハッピーニュースエージェンシー、ノース、コリアハンドブック、ソウル、 me シャープ、p132 ISBN、isbn9780765635235、http コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドッコムスラッシュブックス、i d イコールジルキューニーディーエピコグラムイコール PA132、デモクラティックピープルズリパブリックオブコリアジュチェコリア、korea-dpr.com、2014年1月17日閲覧。 パストニュース。KCNA co.。COJP。二千十四年一月十七日閲覧。エルスワースカルバーオナードバイノース。コリアフォーライフズワーク。マーシーコープス。MERCCORPS.org y。二千十四年一月十七日閲覧。DPR k アワーズフレンドシップメダルツチャイニーズ。アンバサダー CCTV インターナショナル。 English.cctv.com 2014年1月17日へ閲覧ありがとうございます。